徳島県の阿波池田駅前、ここに面白いアーケード商店街がございますので、さらっとご紹介しましょう。このアーケード商店街、人が主役じゃないんですよね。ご覧のように車が往来できるようになっております。全長は250メーターほどですから、すぐですね。駅前から商店街の外れまで行ってみます。途中にね、上の方、ようこそ三好市へというふうに出てますね。以前はこれ池田町だったんですけれども、今は市町村合併して三好市になっておりますね。まあ、池田町って言ったらね、あの高校野球、甲子園で大活躍した池田高校を思い出すんですけれども、なんと池田高校の活躍は今から40年前ですね。もう完全に昔の話で、そんなのどうでもいいっていうような話題になってしまいますね。さて、三好市の池田駅前商店街の場所を確認しておきましょう。JR 四国の阿波池田駅前から斜めに伸びておりますね。航空写真の映像でちょっと黄色く写ってる部分、これが商店街のアーケードですね。先ほど車で突き抜けたアーケード商店街を今度は徒歩で戻ってみましょうかね。ご覧のようにすっかりシャッター通り商店街と化しているのが分かりますね。それとところどころお店とお店の間に空き地が目立ってますね。もうすでに商店街としての役割はほぼほぼ終わってるんじゃないでしょうかね。ここにアーケードができたのは昭和40年代後半ですね。1970年ぐらい、その前後にこのアーケードが形成されたと思われます。ですからもう50年ちょいですね。とても歴史の古いアーケード商店街になります。それにしても車がどんどん来るので、まあ、歩いてるとですね、もう完全に脇役になった気分になりますね。いい店を見つけましたよ。この左手に見えてる喫茶店ですね。もう見た瞬間これはね、入りたくなりました。21世紀という店名の昭和レトロな喫茶店ですね。パーラ喫茶って書いてありますね。年代物の喫茶店ですよ、これは。昭和レトロっていうよりも若干平成チックな感じもしますよね。で、店内意外と広いんですよ。で、お店空いてるように見えますが、これからどんどんお客さんが来ます。注文したのはオムライスですね。これはもう完璧でしょう。いただきます。うまい。おいしいわ。サラダがね、小さいお皿の割には山盛りなんですよね。食べにくくてね。全然関係ないんですけど、この場所、地名がですね、池田町サラダというんですよね。不思議な地名。そしてね、オムライスに味噌汁付きっていうのもね、まあ、昭和レトロな喫茶店らしいですよね。
このパーラ喫茶21世紀さん、開店して45年ほど経ってるそうです。非常に歴史がありますね。昭和50年代前半に営業を始めた、まさしく昭和レトロな喫茶店ですね。地元の人あるいは旅人に愛されて、末永くこの21世紀さんが繁栄することを期待しております。ごちそうさまでした。商店街の右側、ぽっかりと土地が空いちゃってますね。このアーケードもね、いつまで維持し続けることやら将来が不安ではございますが、まあ頑張っていただくしかないですよね。ここでね、道が斜めに交差してるんですけれども、向かってこの左側に通じる道路ですね、この奥にも実はアーケードがございました。平成の半ばぐらい、半ばから後期にかけてアーケードは撤去されたようですね。旧池田町内もね、人口が1万人ちょいだと思います。非常に少ないですので、現在のこの車道を覆うアーケードが維持できるかどうかというのは微妙なところですよね。車が主役だったら別に濡れても構わないわけですからね。なので今のうちにこういうふうに見て映像に残して、まあ、かつてここにアーケードがあった記録を、まあ、後世に伝えたいというようなことでございますね。まあ、撤去されることが前提のような口ぶりですけども、まあ、将来のことはね、本当にいつ何があるかわからないので、残しておけるものは残しておきたいですね。はい、ということで池田駅前の商店街の記録でございました。淡池田駅に戻ってきました。やっぱりね、なかなか昭和レトロな喫茶店なんかがあって、そこに立ち寄ったりすると印象が強くなりますよね。はい、ということで今回は以上でございます。